はい、始まりました。セガオクシー。はい、そういうわけでセガのサウンドクリエイターそして増刊号編集長の三ツ吉でございます。そしてはい、同じくセガサウンドクリエイターの藤本です。よろしくお願いします。この番組はゲーム音楽コンポーザーをお迎えしてその方の人となりやクリエイティブな一面を掘り下げるセガ初のゲーム音楽トーク番組です。セガオンは数々のゲストに来てくださった方々をね掘り掘りに掘り下げて言ってるわけですが、はい、今回ねゲストとしてお迎えするのは成田つとむさん。グラブルやFF ファイナルファンタジーでおなじみのサウンドクリエイターさんでございます。さあ、それではホリホリのホリでいきましょう。セガオンスタートでーす。さあ、セガオン増刊号、今回のゲストをご紹介いたしましょう。はい、ゲームサウンドクリエイターの成田つとむさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よくいらっしゃいました。よくいらっしゃいました。ようこそいらっしゃいましたということで、成田さん、はい、お久しぶり。超お久しぶりですよね。ですよね。そもそも多分成田さんと僕ってどこで会ったんだみたいな話も、はい、どこで会ったっけな。でもいや多分飲み会だと思うんですよ。飲み会ですかね。飲み会なような気はするんですよね。ここにいらっしゃったコンポーザーさんみんなほぼ僕飲み会だ。でも結構当時あったゲーム作家のその飲み会ってかなり大規模なのもあったじゃないですか。たくさん集まってね、100人ぐらい集まるやつ。そうですよね、あったんですよ。その時って成田さんって、まあ、ちょっとあのお話前後して気持ちですけど、フリーランスじゃなくてあれですか、はい、フリーランス。そうなんです、最初からフリーランスですよ ね, すよね。あ、そこそこ、あ、そっか。はい、そこもなんかね、後々ホリホリしていきたいとは思っております。はい、というわけで、すいません、ちょっと若干フライングみたいになりましたが、改めてね、いやいや藤本さん、はい、成田さんのプロフィールをね、紹介していきましょうか。はい、それでは成田つとむさんのプロフィールをご紹介します。1984年1月14日、東京都八王子市生まれ。幼少の頃よりピアノ、後に吹奏楽、合唱、ロックバンドなどを経験。16歳より作曲を独学で始め、現在フリーランスでの各種音楽制作を行う一方、自身の主催するステラマグナなどによる各種演奏活動や講演活動なども行っていらっしゃいます、うん、トレードマークはギターと金髪ロングヘア。そんな成田つとむさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。改めてプロフィールをご紹介させていただきましたね。藤本さんね、はい、髪色すごい素敵だなと思って、はい、ありがとうございます。なんでしょう、金髪とかも結構黄ばみってすごい出ると思うんですけど、はい、いい感じの足、なんでしょう、アッシュ、アッシュですね、うんうん、いやもう自分じゃ絶対できないですよこれ。なんかじゃあ美容院でやられてる。そうです、そうです、そうです。今プロフィールにもちょっとありましたが、はい、成田さんバンド、はい、組まれているステラマグナですか。はい、これ結構長いですよね。違いましたっけ。ステラマグナは、あ、でももう 4,5 年経つのかな。ナイスさんって、はい、そのバンド系、はい、そのグラブルとか FF はまあオーケストラじゃないですか。いわゆるバンド系のゲームのライブとかコンサートにも出られてましたか。もともと上松さんのバンドに参加する、そうですよね。で、キーボードとギター弾いていて、僕は実は最初はオケの人じゃなくてバンドの人だと思ったんですよ。うん、はい、うん、でもその後会えば会うほどオケでのキーボードのタイミングが多いんで、え、どっちなんだろうと思いながら、もともと結構ザックバランにやってたというか、うん、当時学生の頃からやっぱりその合唱とか吹奏楽っていうのもやっぱり好きでやってて、部活もで、まあ、吹奏楽部だったり。成田さんも吹部ですか。そうなんです。同じです。そうなん、楽器は何をやられたんですか。その時はトランペットです。あ、同じ金管じゃないですか。そうです、ね、直管楽器。そうなんですか。じゃあそういう、まあ、オーケストラと吹奏楽が、まあ、厳密に同じかって言ったらですけど、まあ、そういう下地はあったってことですよね。 そうですね、合唱、合唱は歌ってたってことですか。いや、その時はそのまあ歌も もちろんやってたんですけど、うん、一番多かったのはやっぱりピアノの伴奏で。ああ、そういうことか。ちなみに姉さん、ピアノは何歳から習われてるんですか。いや、習ってないんですよ。すごい、独学ですか。独学。うち母がピアノの教室をやっていて、ピアノとバイオリンの。なるほどね。でやっぱり常に鳴っている環境ではあって、でやっぱり興味を持って触るんですよ。でもそれってやっぱりもう指使いも
めちゃくちゃだし、はいはい、力も入ってるし、親がアドバイスしてくれるんですけど、はい、当時反抗期で親が何か言ってくると嫌になってやめちゃうみたいな、まあ、あるあるですよね。え、譜面とかはその時読めたってことですか？譜面は家にある楽譜を見て、でも最初はもう数えらんないんでいっぱい鉛筆で線引いてとかやってました。あ、その初め9歌だった1、2、3、4とかそうですとか。で当時 FF の、はい、そのピアノの譜面とか、はい、あって、ピアノアレンジの譜面みたいなやつ。そうですそうですそうです。それを親に買ってもらって、その時はじゃあ、まあ、ユーザーとして FF を遊んでいったんですよね。そうですよね。で好きだったってことですよね、FF。そうですそうです。ああ、それがでもつながっていくんですね。そう、気がすごいです。夢があります、ね、夢がね。まあ、今ちょっとどうしてお話は成田さんのこのプレイスタイルというかね、そっちに行ってますけども、はい、まあ、やっぱり成田さんといえば、まあ、グラブルだったりとかね、はい、たくさんのね作品も手掛けてきていますけれども、今までやってこられた楽曲たちのエピソードっていうのかな、その、まあ、ナイツさんの、うん、まあ、こういうこと割と実はポリシーとして毎回やってますみたいなルーティンだったりとか、なんかその辺の話とかありますか？曲を作る上でっていう。あ、そうですね、うん、技術に走らないようにっていうのは。なるほど。っていうのはその上松さんってすごい長い間お世話になってて、うん、長年やっぱり音楽聴いてきた側でもあるので。ああ、ですよね、うん、で上松さんと話してて、うん、ゲーム、まあ、エンターテインメントじゃないですか、はいはい、それに自分の芸術性だったりこだわりっていうのを、うん、ゲームとその違う方向に行かないように。ああ、なるほど、はいはいはい、自己満足にならないようにしたいなっていうのは、うん、やっぱり上松さんからやっぱりそういうところは教えてもらったというか。なるほど。でもどうなんでしょう、そこから内地さん的に、まあ、内地さんはギターも弾けるから、はい、例えば、まあ、僕なんか結構やりがちなんですけど、あえて合わないものを持っていって、要は新しいテイスト、そうですね、みたいなのってどうですか？ あ、それはもう全然面白いことだと思うんで、まあ、もちろんそのやっていくうちにこう方向性がずれていかないようにって気をつけつつなんですけど、新しいものを入れてみたりっていうのはやっぱりやってますね。あ、やっぱそうですよね、うん、へえ。なんか藤本さん、その辺で作曲周りでお聞きしたいことがあったりします？結構ロックだったりとかオーケストラだったりって幅広くやられてたりと思うんですけど、ダンスミュージックとかって書かれたりするんですか？ダンスミュージック系を指定してくることってまず今までなかったというか、うんうんうん、ただその最近書いてる曲とかでもロック系だったらもうガチガチの割とスタンダードなハードロックを目指して書いてたものを、はいはいはい、最近はそのエレクトロ要素を入れたりとかっていうのはやったりしてますね。面白いですね、ちょっと言うね、うん、そんな成田さんでございますけれども、はい、まあやっぱりね、今日見てくださってる方々の、まあ、一つのね非常に興味深いところって、成田さんに聞きたいところ、はい、としてはやっぱりなぜね、はい、このゲーム業界ゲームサウンドの仕事をやろうと思ったか、まあ、きっかけというか、はい、なんかあったと思うんですよ、はい、なんかその辺の話をね、僕も個人的に興味があるし、ぜひ伺いたいなと思うんですけど、もともとさっきお話しさせていただいたように、うん、その上松さんの音楽すごい好きで聞いてたんですよ、はいはい、上松さんもそうだし、うん、あと伊藤健さんもそうだったんですけど、やっぱりちっちゃい頃から音楽聞いてたりして、ゲーム遊びながら聞いていた。そうですね、上松さんが当時、まだスクエニにいた時に、はいはいはい、ウェブラジオをやっていたんで、ポッドキャスト的な感じですね、今で言うとね。そうですね。でそれを毎回聞いてて、リスナーだった、そうですそうです、はい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 、そしたらある回とある回で、うん、突然何か一元持ってる人募集しますっていうすっごい緩い募集が出て、超ざっくりだわ、はい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 、でその時にもう作曲やってますって言ってダメ元でこう送ってみようと思って、うん、で音源と一緒に送ったんです。音源と一緒に、うん、
その1週間後ぐらいかな、その会社のスタッフの方から譜面が送られてきて、これを打ち込みで音源にしてみてもらえないかっていう逆に送られてきた、それが。そう、そうなの。ほう。もう1日で仕上げて、もう翌翌日ぐらい翌日か翌々日には送って、はい、上げて、でそしたらその数日後ぐらいにその方から連絡が来て、はい、上松と一緒にちょっと会って話しませんか。マジか、なんすかそれ。何何ってなってですよね。ほうほう。でそれで上松さん の, その事務所に行って、はい、話をして、本人に会って。そうなんです。でその頃ぐらいからその編曲とかって興味あったりするって言われて、はい、何曲かちょっともう詳細は知らされずに、はい、そのミディデータをこういう風にアレンジしてほしいっていうのだけ来て、はい、それを音源にして何度かやり取りして、はい、そしたら今これ僕のやってる仕事でそれをそのまま参加してほしいって言われて、ちょっとですね、ウェブラジオずっと聞いてた、要はね、まあ、ある意味ちょっと雲の上というか、はい、しかも一方的に声を聞いてた人から急に来いって言われて、うん、そうなんですよ。よくわかんないけどなんか仕事みたいなことさせ始められねえ、いやありがたいことなんですけど、だからその信じられないような気持ちもあるし、うん、嬉しい気持ちもあるし、なんかもう不思議な感覚でしたね。そのまあ梅本さんとなんとかやり取りやって、はい、もうなんかなんとなくクロスフェードで仕事するっぽくなっていて、 その一番最初のお仕事って結局何だったんですか、それって。それがNHK のアニメのグインサーガっていう、うん、あ、ゲームじゃないんだ。そう、アニメのお仕事。それ の, 打ち込み楽曲の編曲と、はい、その打ち込みやらせてもらって。あ、そうなんだ。それが初のメディア作品というか。へえ、そんな上松さんとじゃあそういうきっかけで始まって、はい、もう何年来ですか、そういう意味では。あ、だから24の時だから、だから、だからもう10年以上か。そうです、そうです。長いです。で、もちろん今もね、一緒にお仕事される機会もありますよね。うん、そうですね。へえ、まあでも、お師匠みたいな感じですか、上松さんは。上松さんがどう思ってるか。いや。でもやっぱり上松さんから、まあ、教わったこともあるし、上松さんと一緒にいてやっぱり実感したことっていうのもすごい多かったし、うん、そこを具体的に詳しくもし何かあるか聞きたい。まさにその音楽に対する考え方というか、あ、はい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 、なんかもっとテクニカルなところとかありますか。上松さんってそのメロディーメーカーじゃないですか、うんうんうん、でも上松さんのそのすごいところって、うん、まあ、メロディーはもちろんなんですけど、うん、コードのマークがすごいなと思ってて、そうですね、よくこれ考えついたなみたいな。ちょっと誤解を恐れず言うと変態ですよね。変態ですね。コードもね、うん、あとはそうですね、上松さん すごいデータの作り方が丁寧なんですよ。アレンジデータを MIDI で送ってもらうんですけど、うん、上松さんがここでこうしたいっていうのが分かりやすいというか、あー、データにも現れてるってことですか。そうですよね。だからそのミディデータから譜面ソフトに落とし込んだ時も、うん、見栄えが綺麗なんですよ。へー、それすごいですね、うん、じゃあ上松さんの中でもそういう全体像がもちろん出来上がってて。そうですね、ってことですよね。あ、でもそこもなんかちょっと成さんもさっきおっしゃってた気がするけど違ったかな。全体をもうなんかイメージしてからみたいな感じですか、作り方というか。そうですね、でも細部最初に一回もう構成を決めちゃうんです。あ、やっぱりそうなんだ。で、うん、構成を決めた後に細かいところを詰めていくみたいな書き方が多くて。それって、まあ、関係ないのかな、僕の勝手なイメージですけど、はい、いわゆるこういうオーケストラとか、はい、まあ、ちょっと長尺な曲を作ったりする人に、はい、こう多い傾向な気がしていて、まあ、言ったらもっと本当にクラシックの時代の人たちの作り方だったりとか、うん、音楽のジャンルになった作り方もね、もちろんあると思うんですよね。そうですよね。でも上松さんもそうだ、そこもちょっと成さんに似てると思うな。上松さんもオケの人じゃないですもんね、確か、うん、なんかロックだって言ってた気がするんだけどな、違ったって言ってますけどね。言ってますけどね。言ってますけどね。あれ違うから。すごいですね、本当に
指定関係だね。そういう意味だね。かっこいいですね。俺の背中を見て。背中で語る系の。山田さんどう思ってるか分かんないですけど。山田さんに来てもらいたいな、この。そうですか。いやめちゃくちゃ興味深いお話。そんな中で、まあ、上松さん、まあ、もちろん、ナイスさんもそうですけど、例えばやはり、グラブルもそうですけど、その前やっぱファイナルファンタジーということで、はい、ナイスさんなりのその世界観っていうんですかね、FF からこう受け取った世界観みたいな曲を作る上で、多分、はい、おそらくイメージされてると思うんですけど、うん、そのあたりのお話はどんな感じですかね、ナイスさん的に。特にやっぱり多感な時期に遊んでたゲームなので、音楽もそうだし、グラフィックもそうだし、グラフィックも、うん、まとめて一つの FF っていう世界観っていうのがやっぱり強くて。確かに。しかも FF ってそのナンバリングタイトルごとに若干こう世界観が、そうですよね、まあ、1本通ってますけどね、そうですよね、通ってるけど割とこのね前の肉付きが返ってきてますよね、なんかスチームパンクっぽかったりとかもするし、真ん中にドンってあるけど周りのこのなんていうんですか、あのついていた肉付きの部分が違うっていう部分は、はい、内さん的にはどう解釈してるとかありますか。そうですね、あでも上松さんその発想力というか、やっぱりすごくて、ね、はい、新しいプロジェクトとかに取り掛かったりするときに、もうこれはこういうことをコンセプトでいこうとか、これはこのスタイルでいこうみたいなのを、やっぱりかっちり決めてるんだ。そうなんですよね。なるほどね。でそれが最初の段階でもうあのパッと出てきてて、そっか、なるほど、面白いですね、どうですか藤本さんもこの辺の、まあ、FF の話ちょっとね、はい、流れで出てきたけどなんかあったりしますか。そうですね、ちょっと考えますね、ってことは多分お腹が空いてるってことなんじゃないですかね、糖分が足んなくてねということでこの後はお待ちかねあのコーナーです。ハムハム、はい、成田さんとお話しさせていただいておりますが、ちょっと私はそろそろお腹空いてきたかなってでしょうねそうですね、朝食べてないそんな頃なので、はい、はい、成田さんとより仲良くなるお時間です。はい、三好さんタイトルコールをお願いします。はい、わかりました、それではいきますよ。ゲストのおすすめグルメのコーナー。はい、はい、ゲストの好きなグルメを取り寄せて食べながらお話を伺います、うん、今回ご用意したグルメはこちらです。はい、これはナイさん、これは何でしょう。プリン、ありがとうございます今、うん、ということでプリンでございますね。ナイさん甘党なんですね。うん、ね、めちゃくちゃ甘党ですね。でもなんか多分よく言われるかもしれないですけど、どっちかっていうとナイさんはなんかお酒好きそうに見えるし、それがね、甘ですか辛じゃなくてってやっぱ思っちゃうけど、でもまあ意外っていう人は いますね。ですよね、多分ね、はい、というわけですいません、お酒の話言っちゃいましたけどもうね、ウルフはねお腹ぐるぐるいって、ま、あすいません、待ちきれないということでここにありますプリン、なんと代官山カフェの名店ミケランジェロの名物ミケランジェロプリンですこんなにね貼って言わなくてもいいんですけどねこれはセレクトしたのは、はい、藤本ですか。ですです、これはちょっと言いたいことあるでしょう。そうなんです、はい、私は以前お店でいただいたんですけど、うん、もうめちゃくちゃ美味しくて、うん、私の中で今、ナンバーワンプリンなんですよ。あら、まあ、で今日成田さんがプリン好きとお聞きしたので、うん、ぜひおすすめしたいなと思ってちょっと用意していただきました。ありがとうございます。おかわりチャンスね。そうですねおすすめしたい気持ちありつつ、ちょっと個人的に食べたいなっていう気持ちもちょっとありつつっていう感じです、うん、ちょっと食べます、まあ、7割くらいせっかくなんでこのプリンのねちょっとしっかりした紹介をね、はい、そのセレクトしたウルフ藤本からカフェミケランジェロのミケランジェロプリン、うん、代官山で25年続く老舗のカフェの名物プリン、うん、クラシックでオーソドックス、うん、生クリームは加えずバニラの風味が際立ちます。おキャラメルソースは少し苦めの大人向け、あららボリュームもありお土産や差し入れにも人気です、うん、そしてテイクアウトは1つ580円です。お安いです。これ安い安くないですか。いや、わかんないわかんない、そのいいところのプリンにしては、あ、そうなんだかなと思います。美味しいのに安いぞと。そうです。
1000円出せばお釣りきますからね。まあ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 そうだね。900円でも100円ですからね。あ、そうですか。はあ、じゃあこれはもう早速食べれば分かるってことね、じゃあね。そうです。このコストパフォーマンスの良さが。とにかく食べていただきたいです。まあね、これはもう本当に順番は決まっていて、まずは成田さんに食べていただくことになってますんで。本当ですか。じゃあまず試食は成田さんからしていただきましょうか。じゃあ、はい、いただきます。成田さんから試食していただいてどうぞ。ミケランジェロね、ミケランジェロプリン。どうでしょう。どういう、どういう感情ですか。いいテロップが出ますね、きっとね。幸せが。いかが、幸せ。いかがですか。いや、あのね、どんな感じですか。すごいね、さっぱり、さっぱりなんですよ。あの、ダメちょっとこってりしてそうですが、すごくない。うん。これはちょっとじゃあもう早速僕もね、2番手としていきましょうか。はい、ミケランジェロのミケランジェロプリン、いただきます。おお。やっぱり音が出ない。あ、これ美味しいっすね。おー、おー、うまいよこれ。あ、ちょっとなんてお二人そんなガツガツ食べてるんですか。私食べてないんですけど。ウルフからクレームが来ましたので、じゃあウルフもいきますか。ウルフもね、いや美味しいわこれ本当に。さあ、じゃあウルフ、藤本、ミケランジェロプリン、大丈夫だよ、お願いします。お、ちゃんと食べてる。咀嚼。うどうだ。美味しいですね。やっぱ美味しいか。いや、いや美味しいですね。美味しいね。本当に美味しいです。ということでね、ミケランジェロプリン、そうですか。はいはい。いや、最後にカラメルもいいんで、うん。おじさんも甘党になるかな。ということで、グルメのコーナーでした。ということで、プリンをいただいた後はここでなんと新企画ということでね、成田さんに色紙を書いていただきました。さあ、そのね、色紙に何を書いてくれたか、テーマ藤本さんの方でお願いいたします。はい、成田勉さんにとってゲームサウンドのお仕事の魅力とはです。さあ、じゃあ、成田さんにとってゲームサウンドのお仕事の魅力とは、はい、はい、どうぞ。こちらです。さまざまな世界に自分の色を。かっこいい。あの、ゲームのお仕事って、はい、来た時にその、うん、まあ、概要ですけど、うん、さっき話してたその世界観っていうのを教えていただくじゃないですか、はい、でその時初めてやっぱりそのゲームの世界と出会うわけで、そうですね、なんか そこにこう自分の色が混ざっていくっていう、うん、それを考える工程も楽しみだし、はい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 、で出来上がった時にこう合わせて見た時もやっぱり楽しみだし、はい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 、でなおかつこうやっぱり背景音楽ってそのプレイゲームだと、うん、プレイヤーさんのその感情を、うん、後押しする役割というかですね、なんかね、すごい影響力大きいことをやってるって考えると、うん、やっぱりプレッシャーも毎回はあるんですけど、あ、まあ、まあもちろんそうですよね、でもそれがね、もし伝わってたりとか、はい、誰かに影響を与えることができたとしたら、うん、すごい幸せなことだなっていうのは、うん、やっぱり常々思っております。まあ、じゃあそんなね、ナイツさんのこの素晴らしいお答えをもとによければぜひこの業界を目指すね、若者たち、はい、何かこうメッセージというか、メッセージありましたら。とにかくやっぱり音楽をいっぱい聞くことですかね、うん、はいはいはい、でもしゲーム音楽を作りたいっていうのであれば、やっぱりゲームも好きだとなおいいかなっていうのは、もちろんそのゲーム音楽っていろんなジャンル対応しなきゃいけないというか、ですね、求められたら書くものでもあるんですけど、はいはい、それと同時に
あの自分の得意なジャンルもやっぱり作ってってもらいたいし、うん、なのでその広く聞くのもそうだけど自分の得意なジャンルだったり好きなジャンルっていうのをとにかく深く聞くとか、うん、合わせて、ね、うん、やっていってもらえるといいかなと思ってます。本当にそうだと思います。でもまあそういう意味ではちょっと前まではゲーム業界に入る若者だった、まあ、今も若いけどね、藤本さんも今の話聞いてどう思われます今。そうです、でも確かにもうなんかいきなりなんでしょう、もう和のやつ書いてくださいとか、うん、エジプトの書いてくださいとかっていう風に採用しなきゃいけないっていう時にやっぱりあったのが、そのたくさん聞いたいって勉強の中ですることで、うん、なんか聞き方っていうんですかねっていうのが身についてって、じゃあエジプト書いてください、エジプト聞いたことない、じゃあ一回聞こうってなった時にすぐ書けるように、うん、なんでしょう、インプットする聞き方っていうのはできるように自然となっているっていうのはあるので、やっぱ、うんうん、本当に大事だなって思いました。うん、そっか、いやありがたい言葉ねいただきましたね本当にね。ということで、ゲームサウンド目指す諸君、音楽をたくさん聴くように。はい、台本にはありませんでした。はい、ということで、成田さん、はい、なんとね、シンクロニクルにも楽曲書いていただいているということでありがとうございます。本当にね、素晴らしい楽曲書いていただきました。 RPG シンクロニクルへもいただいております。さあ楽曲名ですが、藤本さんから。はい、はい、楽曲名は選ばれし未来、うん、ダイヤモンド階層の、クライマックスを盛り上げる、うん、ゲームにとって大変重要な楽曲となっております。ですよね。どうでしたか、シンクロ楽しく作っていただきました。あ、もちろん。あ、本当ですか。なんかそのやっぱりサイトのコメントにも書かせていただいたんですけど、やっぱりテーマがすごい重いというか、あ、ですよね。でやっぱり自分にとっても考えさせられる内容なんだというか、ここぞという場面で流れますみたいなお話はいただいていて、プレイヤーさんの背中を後押しするような曲になればいいなっていうのは、あの曲調としてはマイナーではあるんですけど、ですよね、うん、マイナーなんだけどその前向きなものっていうのは色として出しておきたいなっていうのは、こっそり思ってました。なるほど。でもだからそれが、まあ、ユーザーさんに、はい、ね、伝わればいいかなっていうのは、もう狙い通りだと思いますよ。いや、うん、確かに身が引き締まる感は、そうだよね、キュッとね、そうそう、だそのマイナー感は多分そっちに行くんでしょうね、うん、改めてね。いや、さすがだ、何気に戦略的に作られてますということでね。はい、ということでシンクロニックにもね、お話も伺いました。今日ねプリンも食べました。ありがとうございます。たくさんね、宇野さんとのお話も伺わせていただきました。ということで今回のゲストは、作曲家編曲家の成田つとむさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。イエイ。はい、ということでね、成田さんからたくさんお話を、興味深いお話をね、いただきましたが、藤本的にはどのあたりが印象深かったとかありますか、そういう。でもやっぱりなんかいろんなものを、うん、なんかピアノだったりギターだったり作曲だったりされてますけど、うん、なんか全てが独学だったのがもう衝撃で、衝撃的だよね。いや、センスの塊の方なんだなって思いました。そうだよな。あとはやっぱりあのね、持ってるんですよ、そのタイミング。そうです。おそらく成田さんはご自身は意識されてないかもしれないけど、しっかり撮るべき時に撮ってるっていうのかな、なんかそれをこう話の端々で感じますよね。そうですね、やっぱそういうね、本当に興味深いね、お話たくさんいただきました。本当にね、ありがとうございました、成田さん。というわけで、そんな成田さんにね、書いていただいたこの色紙、いいですか、さまざまな世界に自分の色を点ということでね、かっこいい、貴重なね怪しい点も含めた、そうそう、色紙いただきましたが、なんとね、こちら視聴者の方へプレゼント、ね、したいと思います。これ、プレゼントのね、応募方法含めては、じゃあ呼びます、藤田さん、あ、藤田さんね、藤本さんの方からね、藤田さん、ね、誰混ざっちゃったねということで、ご説明お願いします。はい、はい、どうぞ。成田つとむさんのサイン入り色紙のプレゼントの応募方法です。うん、セガオン公式ツイッターをフォローして、うん、プレゼント応募のツイートをリツイートしてください。うん、当選者の方には DM でご連絡いたします。はい、
そして番組の高評価、チャンネル登録もお願いいたします。お願いします。はい、ということで、本日のセガオン、ここまでということで、また次回お会いしましょう！さよなら！やらないぞ、やらないぞ。